そう、アリバイのトリックだ。ネタはとっくに上がってんぜ。マフ、アリバイのトリックというわけですか。そのネタはもう通用しませんよ。あなたが上野の手前、つまり始発の東京駅から初雪に乗り込み、それからずっと4号車のトイレに立てこもっていたのは、今もトイレの中に残るあなたのコロンの匂いが証明してくれる。ああ、でトイレにこもって杉本さん殺害の機会を伺い、まんまと犯行を達成したあなたは、その後で再びトイレに戻った。そして乗客の乗り降りが比較的多い小港を選んで、他の客に紛れて列車を降りたんだ。あとは後続の列車に乗って現場に現れるだけでいい。自分はその列車に乗っていなかったという最大のアリバイを引っ提げてね。うん、なかなか。しかしそんなことまでして俺が杉本を殺さなければならない理由がどこにある？どこにあるか。なもん、こっちが聞きてえぐれえなんだよ。あれは、そう、事件の構図だ。まったく信じたくねえ事件だよ。調べていくうちに突き当たりましたよ。単に番組の数字を上げたいだけのあなたが、低下した数字を劇的に引き上げるために邪魔な部下を始末したという信じられない事実にね。ふん、どうもおしゃべりな連中が多いみたいだな。だけどそれだけで俺が犯人だと決めつけてもらっちゃ困るぜ。第一、あの車窓の血文字はどうなる？あれは事件の犯人を伝えるあの男のダイイングメッセージなんだろう。あいにく俺は銃とは無縁な男だぜ。銃とは無縁の男か。バカ野郎が、あの文字はそんな意味じゃねえんだよ。あれは、そう、血文字の意味だ。銃は杉本さんが死に際に残した未完の文字。それが示すのは、あの文字は銃を示すものなんかじゃありませんよ。何？あれは数字でも記号でもない、れっきとした文字なんだ。しかし杉本さんにはそれを書き切るだけの時間が残されていなかった。一体どういうことなの、お父さん？つまり杉本さんはあの文字を書いている途中で力尽きてしまったのさ。杉本さんが本当に書きたかったのは銃じゃない。本当に書きたかったのは漢字の木。つまり杉本さんは木戸幸四郎の木を我々に伝えたかったのさ。確かに可能性は認めるが、木だけじゃ俺を犯人だと断定はできないぞ。しかしそちらもそろそろ後がなくなってきたんじゃないですか。じゃあ聞くが、肝心の密室はどう説明するつもりなんだ？そいつが解けなきゃ誰も犯人にはできねえんだぜ。
やっぱりそうきやがったか。あれは…そう、密室のトリックだ。仕組みは完全に解けてるんだが、それができたことが証明できねえ。とりあえずここはハッタリで行くしかねえな。密室ですか。ああ、早くしろよ。トリックはあっけないほど単純です。倒れた被害者から鍵を抜き取って施錠し、その鍵をあの窓の隙間から投げ入れるだけでいい。だからその単純なことがあの部屋じゃ誰にもできねえんだろ。それを説明しろって言ってんだよ。お父さん、頑張って。それですが、その、お列車の場合はですな。いや、なんというか動いているわけで、窓の外の風景なんぞも。どうした？そう、刻一刻と変化する。の、お前は、新一。やれやれ、そろそろピエロも限界ですね。おい、なんだこいつは。一体どうなってんだよ。そんなに慌てなくてもいいでしょ。演者のアドリブはあなたのシミュレーションにはないということですか。よかろう、そっちのペースでやりたまえ。そりゃどうも。いいですか、密室といっても列車の場合は動く密室だってことです。つまりそれを取り巻く環境は刻々と変化する。そしてあの部屋が東京から青森に動く約9時間の間に、わずか1分間だけ窓から鍵を入れることのできる条件が整う時がありました。あなたはその時を待っていた。血まみれの左手を拭いながら、薄暗いトイレの中でね。ずっと気になっていたんですよ。あなたがなぜ殺人を行ってすぐに列車を降りなかったのかってね。あなたは犯行後30分以上も現場のすぐ隣のトイレの中に留まっている。それで思ったんですよ。犯人にはひょっとして降りなければならない駅があらかじめ決められていたんじゃないかってね。言ってることがよくわからんが。そこに行けばすべてわかりますよ。セーブするかい。